皆さんこんばんは、ネイルドットコムです。以前私の、仲のいいお友達ですね、皆さんご存知矢野ちゃんが自分で足にマニキュアを塗ってたんですよ。今日はその自分で足に塗ったマニキュアをオフするところから、ネイリストがケアをしてマニキュアを塗るまでの工程すべて、動画にしてお見せしていきたいと思います。多分ね、もうちょっとで来ると思うので待ってやっていきたいと。今つけてどんぐらいだっけ？もう2ヶ月ぐらい経つんだ。お坊ちゃまくんがさ、ほなバイナラって言うじゃん。だからバイナラックスって聞くとお坊ちゃまくん思い出しちゃう。シーン早送りでしょ。そういう話のところだけに行くよ。やめろやめろ。これってもしかして矢野ちゃんですか？矢野ちゃんお久しぶりですね。矢野さんの足の指って芋虫みたい。親指と人差し指で地面を挟み込んで優しく浸透させながら手前にコットンを引きます。落ちてない。最低。これは爪の周りのケアをしていきます。ブルークロスのキューティクルリムーバーを。甘皮を優しく優しく優しく、ウィンからウィンから、テリーを信じて。なんだっけ、笑い。なんか結局私ネックレスずっとこのグッチつけてる気がする。もう何年も、何年つけてんだ。それってさ、お風呂入るとき取るの？私取んない、面倒で。取る？取んない。だってそれはさ、後ろでパチンってやなくてもさ、首輪っかさ、取れられそうじゃん。何取れられそうって。取れられ何？何取れられって何？だから首から取れられそうです。取れられませんじゃん。取れられる、取られる、取られる、取れるんだろ。あ、そう、取れませんかでいいのか。押し上げが終わったら再びグッ。人のこと言えてんじゃん。ブルークロスをつけて甘皮をカットしていきます。トラガス開けないの？開けたいよ。病院行く、開けるとき行く。行くんだったら一緒に行かない？私このさ、インナーコンクに開けたいんですけど。そこが原因したんだっけ？
ったらやばい、お前詰めなくなるよ。そうじゃん。ディグソーだった。何色がいい？赤。なんか濃いめの色の方がいいかなと思って。あ、確かに。しかしだがしかしだがし。喋りすぎなんだ。黙れ小僧。ちょっと爪の表面の縦筋があるから表面を軽く。でもやっぱり可愛いピンクにする。なんでかって聞いて。聞かない。あー、私もイオンモールで叫ぶよ。あー、お願いだ。私の服温めて。温めて。なんでそって剪定できるんですか。乾燥です。え、乾燥で。爪って乾燥するの。乾燥してんじゃん。だって乾燥します。え、その中にも水分があるの。爪っていうのは水分が入ってるんだよ。網状になってて、その網の間に水分があることによって硬さを保って健康的な爪なの。キモい。色を持ってきましょう。そしてこの前ね、コメント欄でいや、トゥーセパレーターを使いましょうって言われたから、トゥーセパレーターを使います。今日使うカラーが、バイナラックスさんの155番と239番使っていきます。爪の表面の水分と油分を、きちんと除去します。まずはね、ちょっと黄色から。あ、今日帰ったら猿の惑星見なきゃ。ディキドン、ディキドン、ディキディキドンドン。次はピンクを塗っていきます。え、みんなさ、スパサラ？サラスパ？スパサラ。何でも充電する時代になったじゃないですか。うん、ええ、タバコもアイコスになって、なんかいろいろこうやっぱりコンセントが今必要になってきて、もうちょコンセント足りないんだけど。え、わかる。コンセント足りないよね。うん。
なんか今の時代に延長買うんだったら絶対あのタップ数多いやつ買うの。わかる。でもさ、意外とさ、あの壊れないからさ、3個口のやつがめっちゃ残ってるとかさ。美味しそう。マーブルチョコみたい。コットンを開けてポリッシュリムーバーを染み込ませたら、皮膚についてるポリッシュを落とします。トップコートを塗っていきます。このまま10分間待っていきます。アイス食べる？アイス食べたい。ありがとう。うまっ。いい波乗ってんね。乗ってねえわ。はい、10分経ったから、あ、大丈夫そうだね。キューティクルオイルを塗ります。はい。外して。